いつもご視聴いただきましてありがとうございます。札幌アウトドア&ライフのアウトなライフです。今回は日本最北端の不凍湖支笏湖に来てますので、こちらの歴史であったりとか様々な感じたことをリアルにお届けしたいと思います。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日は曇りとなってまして、湖面を見るとですね、わかるんですけれども、グレーになってるんですね。このグレーはどうしてグレーかっていうと、空の雲の色が反射してグレーになってます。こちらの湖はですね、すごく透明度が高くてですね、晴れた日は当然青くなるんですね。青い空に青い湖面ということで、とっても綺麗な湖となってます。そして夕方になると空のオレンジ色の夕焼けが湖面に映り込んで、空も湖面も赤く変わります。とてもですね、綺麗な景色に変わるんですよね。札幌の中心街からもだいたい1時間ちょっとすればですね、こちら到着するような湖なんですけれども、僕はこの湖がすごく大好きです。よく来てしまいます。春夏秋冬いつでも景色を楽しめる場所となってまして、まあ、特に春夏秋ぐらいはですね、アクティビティが盛んに行っている場所ですので、より楽しめるっていうところになります。 YouTube でもキャンプ動画を上げている方がいらっしゃるんですけれども、この真冬にですねキャンプをされている方もいらっしゃって、真冬の景色が最高に綺麗なんですよね。ぜひ一度チャレンジはしてみたいなと思ってます。ビーチボールでしょうか。なんか玉が落ちてます。そして今一番関心を持っているのがドローンです。この日もですね、ちょうどドローンを飛ばしている方が隣に現れまして、少し声をかけたんですけれども、ファントム3というですね DJI から発売されている世界でも最高レベルの高性能のドローンを飛ばしていました。直線距離にすると2キロほど遠くまで飛ばすことができるそうです。いや、見てて感動したんですけれども、それからですねすごくドローンが欲しくなってしまいまして、まあ、今日でだいたい2週間ぐらい経つんですけれども、本当ドローン調べてます。そして結構高いんですけれども、高いには高いなりの理由があって、やっぱり高いものって空撮するのもすごくいいんですよね。特に支笏湖を空撮するには高性能なドローンが必須かなって思ってまして、今すごく何を買うかっていうのは悩んでます。先日動画を上げさせていただいたんですけれども、実はオラッチはですね UFO キャッチャーでゲットしたトイドローンとオークションで買ったドローン、この2つを持ってます。 UFO キャッチャーの方は1000円ちょっとでゲットしたんですけれども、もう一つのですねトイドローンの方は3480円でオークションで購入いたしました。安いんですけれどもかなりですね高性能なんですよね。自分自身も扱うことがちょっとできないぐらい高性能で、オートリターン機能みたいなのもついてるらしいんですけれども、こうテンパってしまっていざという時に使えず制御不能になって、もう遠くの川の方へ落ちかけてしまいました。ただですね、まあ慣れればそれなりに技術をつければですね、そのドローンであったとしても結構、まあ、遠くまで飛ばすことができるんじゃないかなって考えてます。そしてさらに高性能なドローンは、
まあ、GPS 機能がついていたりとか、障害物があったら回避をできる機能がついていたりとか、バッテリーが少なくなってきたら自動で元いた位置に帰還する機能だったりとか、様々な機能がついてます。そして一番すごいなと思ったのは手ブレ補正機能っていう機能ですね。ドローン飛ばすとですね、風に煽られまして結構汚い画像になってしまうんですよね。その汚い画像が手ブレ補正機能によってスムーズに撮れると、いろいろ調べたんですけれども、まあ、中華製のドローンでですね、まあ、比較的高性能に見えるドローンであったとしても、 YouTube でそのドローンの型番を入力をして空撮を見てみますと、結構カクカク、そしてゆらゆらしてるような感じで、なかなかですねいい映像っていうのが撮れてないです。少し映像に戻りますけれども、この木なんか変じゃないですかね。東天ポールみたいで、これなんか船のなんか一部ですかね、柱の一部ですかね、木が掘られてるんですよね。すごく気になる木です。再びドローンの話に戻りますけれども、代表的なドローンが DJI というメーカーのドローンになります。まだ2006年に創業された会社なんですけれども、すでに1万1000人の社員がいるっていうですね、とんでもないシェアを持っている会社になります。目の前にですねアザラシみたいな物体が落ちてて、内心ドキッとしたんですけれども、よくよく見ているとですね、アザラシに見える単なる木でした。ほんとびっくりしました。 DJI なんですけれども、2015年の1月にアメリカ合衆国のホワイトハウスで DJI のドローンが侵入したっていうことで話題になりました。後々ですね、冷水したシークレットサービスが飛ばしていたドローンだったそうです。山仙湖畔という駅、改札口がありますが、臨時休館のお知らせということで入れませんが、この建物も宝くじですね。宝くじの普及宣伝事業として建設されたものですって書いてあります。そしてこちら側が支笏湖です。支笏島や国立公園だそうです。先ほどの富富士岳 1102.5m です。あ、これはもしかして鹿の糞ですね。鹿がここをうろちょろしてるんですかね、もしかして。あたりには鹿が見えないんですけれども、きっといるんですね。実は去年来た時にまだ雪が残ってる時だったんですけれども、鹿のですね家族が4匹ほど群れをなして、突然目の前に現れたっていうことで感動した記憶があります。支笏湖側を撮影してもとっても綺麗なんですけれども、実はこの公園はですね、支笏湖側から見たこの
山側の景色っていうのも最高に広々として緑に覆われてすごく素敵なので、細部までいろいろな箇所を歩き回ってみたいと思ってます。ちょうど駐車場がですね、今だけ無料となってました。支笏湖の湖畔なんですけれども、支笏湖へとつながっている小さな小川があったんですね。とても綺麗で音も良かったので立ち寄ってみました。実は先ほど小川の縁にカメラを置いて撮影をしていました。ところどころですね、石に緑のですね苔が生えててすごく綺麗に見えてます。もちろんカメラ越しもすごく綺麗です。そしてこの小川のせせらぎっていうんですかね、この滝みたいな水が最高に癒してくださいます。自然の神秘の力に感謝ですね。ここもパワースポットと言えるのではないでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。